こんにちは、立花だよ。つむぎだよ。今日のお題はこれ。被疑者、被告人の黙秘権だよ。聞いたことあるかも。黙秘権とは、一切の供述を拒否できる供述拒否権であり、被疑者、被告人に認められている防御権の一つだよ。防御権？被疑者、被告人の人権を守り、冤罪を防ぐための権利だね。被疑者、被告人は厳しい捜査や訴追の対象となる人だからね。防御権には黙秘権の他に弁護人依頼権などがあるよ。確かに自分が濡れ衣を着せられた時に、黙秘も弁護人も認められなかったら怖すぎるな。これらの権利は現在、憲法や刑事訴訟法で保障されているよ。ただ、歴史的に見ると、犯人として検挙された人の人権保障が厚くなったのは比較的最近のことなんだよ。明治初期の刑事法である、新律綱領、1870年、改定律令、1873年、では、法制度として拷問があったんだよね。国家公認の拷問とか、すごい時代だ。その後、日本初の西洋式刑事訴訟法である治罪法、1880年ができて、制度としての拷問はなくなったんだけど、実態としては違法な取り調べはなくならなかったよ。そういえば、カニ公選で有名な小林多喜事は、拷問でなくなったんだよね。現在の刑事訴訟法はこういった歴史的背景のもとに、戦後制定されたものだね。なるほどね。さて、黙秘権の内容をもう少し詳しく見ていくと、次の3つの権利が導かれるよ。1、黙秘したことに対する制裁の禁止。2、黙秘権を侵害して得られた証拠の排除、証拠能力の否定。3、不利益推認の禁止。現在でもこういった権利が侵害される場合はあるのかな？1についてだけど、共犯者のうち、否認している被告人だけ保釈が認められなかったり、黙秘すると宣言しているのに、長時間の取り調べが行われたりするとき、不供述への制裁に当たるのではないかと問題視されることはあるよ。人質司法ってやつかな。2については直接的な例は多くないけど、取り調べに問題があって任意性を欠く自白は、自白法則という証拠法上の理由で証拠排除されるよ。3については1984年の城丸くん事件という事件を紹介するね。アーシが生まれた年だ。この事件で被告人は捜査、公判を通じて一貫して黙秘したよ。それに対して検察官は事故に有利な説明や弁明をする機会があったにもかかわらず、一切供述を拒否し説明も弁明もしなかったことは、被告人が殺意を持って A を死亡させたことを、推認させるものである、と主張したよ。黙ってるってことは怪しい。やましいことがあるに違いない。ってことだね。この主張に対して、札幌高裁判決は、被告人の黙秘、供述拒否の態度をそのように一個の状況証拠として扱うことは、それはまさに被告人に黙秘権、供述拒否権が与えられている趣旨を実質的に勃却することになるのであり、その所論は到底受け入れることができない、と述べて、検察の主張を否定したよ。裁判所は黙秘権の原則を守ったんだね。加えて、この事件の後半では、検察が被告人質問を約400回したんだけど、そのことについても、札幌高裁は、被告人が明確に黙秘権を行使する意思を示しているにもかかわらず、延々と質問を続けるなどということはそれ自体被告人の黙秘権の行使を危うくするものであり、疑問を感じざるを得ない、とも批判したよ。圧迫的ってことだね。ということで、黙秘権の重要さが分かったかな？黙秘します。え、なぜこのタイミング？何か喋ってよ。つむぎちゃんって1984年生まれなの？
だとすれば、もう40歳近いのにどうして女子高生の制服を着ているの？